次に抜け出すのは大相撲秋場所は9月10日に東京・両国国技館で初日を迎える過去2場所は霧島と豊昇龍が相次いで大関昇進を果たした看板に棋士が続々と誕生する流れは今後も続くのか元大関琴将棋の秀の山親方による連載「ハブリトーク」では 次の大関を狙う三人の力士に焦点を当てた。読者の皆さん、こんにちは、ガキ場所の新番付が発表されて、いよいよ、初日まで10日余りとなりました。今回は、次の大関候補に注目してみたいと思います。先場所は、宝昇流が大関に上がる一方で、大栄章は、9勝に終わりチャンスを逃しました。二桁白星は、 たまたま調子が良くて二場所続くことはあるけど、三場所連続となると、本物の実力がないとできない。その意味で、大関取りの目安とされている、三場所三十三勝は、実力を測る上で絶妙な数字だと思います。これまで一、二勝足りなくて涙を飲んだ人はたくさんいる。自分も、最初の大関挑戦がそうでした。結果は、 一生足りずに失敗です。その時に強く感じたのは、やはり知力をつけなければいけないということ。大関に上がってから苦労することを実感しました。愛に勝ちに行って、喧嘩などで白星を拾っても、長続きはしません。大栄翔には、自分の相撲を再評価し、必ず勝ちたいという信念を貫いて欲しいです。失敗の経験を活かして、 ぜひ再挑戦してもらいたいですね。金の赤は先場所。小結びで11勝を挙げて、大関昇進の足がかりを作りました。大柄な体格ながら、前さばきがうまくて攻めたねも深いです。対戦する側から見れば、かなり厄介な相手だと思います。以前は器用さがあるのに、受け身に回ることも多かったです。今はしっかりと攻めながら、 自分の相撲ができるまで我慢して取れるようになってきました成長を感じますね大関を目指す上では気持ちの強さも大事になってきます本人は大関や横綱を目指しているし霧島や豊昇流が先に大関に昇進したことも大きな刺激になっているはずです近いうちに優勝のチャンスが巡ってくるのではないかと思っています朝の山は 最悪復帰が目前の位置まで番付を上げてきました。先場所は落ち着きすぎて、相撲が小さくまとまっている印象がありました。2年ぶりの幕内上位の土俵で、少し慎重になったのかもしれません。しかし、サワーも痛めてから再出場した後は、むしろ内容が良くなったんです。これは、相撲ではよくあることで。 体調が万全だからといってより必ず勝てるわけではありません。不安を抱えている時の方が迷いがなくなったり、戦う前のイメージがしっかりできて体が動くことがあります。大関に昇進して行く力士に共通するのは、絶対に地位をつかむ、という強い意志があり、良い意味での荒々しさがあるところです。宝昇流、霧島、高慶勝の三大関と、 次を目指す力士たちの対戦も楽しみです。彼らの意地と意地のぶつかり合いで、きっと、場所を大いに盛り上げてくれるでしょう。それでは、また茂るの山親。日本相撲協会は28日、大相撲脇場所の番付を発表しました。先場所初優勝で新大関になった立浪部屋の宝昇流に対し、早くも、一年以内の横綱昇進を絶望する声が高まっています。 この日、豊昇龍は、東京都台東区の立浪部屋で記者会見を行いました。自分の嗜名の字が太くなった番付を見て、これからもっと大変だな。嬉しいだけではない。絶対頑張らなければいけない。と抱負を語りました。モンゴル出身の大関は7人目で、夏場所後に上がったばかりの霧島を除く5人は、すべて横綱まで昇進しています。宝昇龍も自覚十分で、 大関で止まるわけではない。次の番付も近づいてきたので、しっかり勝ち取りたい、と再行為を見据えています。一人横綱の照ノ富士は球場が多く、頑見な新横綱の出現は、氷価にとっても悲願です。夏巡業中には、霧島と共に八角理事長に呼び出され、今チャンスなんだから、しっかり稽古して、一年以内に横綱に上がれるように頑張れ、 じきじきに劇を飛ばされたそうです。自分にそう言ってくれたことは、嬉しかった。もっと傾向を増やして頑張らないといけないな。という気持ちになりました。スピード出世のお手本が身近にいる。大関を7場所で通過して最強横綱となった白鵬を上回り、わずか3場所で昇進したのがおじのもと横綱朝昇竜です。タイミングよく来日中だといいのですが、 名古屋場所の前にいろいろアドバイスをもらいました。今場所前もしっかりおじさんに相談して、どういう気持ちで臨めばいいか聞きたい、と豊昇龍は言いました。心を学んで新大関場所に挑みます。元横綱朝昇龍のドルゴルスレン、ダグワドルジ氏が、新大関として秋場所に臨む大井の活躍を心待ちにしています。29日に自身の X を更新し、 昨日の秋場所の番付発表会見に参加した大関豊昇竜の写真を投稿し、番付比昨日でした楽しみだ、とコメントしました。豊昇竜によると、ダグワドルジ氏は現在微本に来ており、来日中に対面する予定があります。その際に、豊昇竜は、おじであるダグワドルジ氏に、大関として場所に臨むための心構えを聞く機会を設ける考えです。 本場所もしっかり相談して、どういう気持ちで臨んだらいいか話を聞きたい、と話していました。一関市の滝沢市民センター障害学習支援員の勝谷みどりさんは、大相撲名古屋場所で横綱照ノ富士を破る金星を挙げた錦祈籍の主勲賞受賞と新三役小結び昇進を祝う相撲人句を作詞した。この相撲人句は、錦祈籍の2006年の初土俵から、同場所までの活躍を紹介する内容であり、 30日に森岡市で開かれる西木議席の祝賀会で関係者に披露される。西木議席は、大相撲、名古屋場所で横綱の他に、宝昇龍、大栄章、若元春の三席分けを連続で破り、一時は優勝争いに加わる活躍を見せた。また、大相撲脇場所の新番付けでは、西木議席は新小優位に昇進し、 某土力士として23年ぶりの最悪昇進を果たした。八谷さんは大相撲愛好家であり、長年相撲人区の作詞に関わっており、これまでに約200曲を制作してきた経験がある。今回は岩手相撲人区会から8月上旬に依頼を受けて作詞に取り組んだ。一関相撲人区会の定期活動が26日に一ノ関市内の同センターで行われ、 八谷さんが歌詞を披露、会員15人ほどが力強く歌やで、八谷さんは、県内では大谷翔平選手や佐々木朗希選手、岩、ブチ、ユラらラ選手らが注目を集めているが、今回の活躍で、多くの方に錦色議席について知ってもらえたと思う。実力は実証済みなので、今後も関脇に昇進できるように頑張ってほしい、と願いを込めた。 日本相撲協会は28日大相撲秋場所の新番付を発表した新大関豊昇龍立浪は都内の部屋で会見し叔父で元横綱朝青龍のダグワドルジ氏に支持する考えを示した豊昇龍は白鵬以来となる新大関優勝を目指しダグワドルジ氏からの助言を受けることで自身を高めるつもりだと語った 豊昇龍は自らの名前が載った番付を指さし笑顔を見せたが同時にこれからの挑戦に引き締まった様子を見せた夏巡業では大関として多くの声援を受けたが勝たないといけないし良い相撲を取らないといけないでも自分自身は大丈夫と力強く語った豊昇龍は偉大なおじから大関としての心構えを学ぶため ダグアドルジ氏との対面を楽しみにしている。その後も勝利を重ね、歴代4位となる25回の支配を手にした男の助言は、この上ない力水となる。優勝した名古屋場所前の6月には、モンゴルへ帰国した際に助言をもらった。今場所も、変儀の良いルーチンで気持ちも高めていく。目指すは、おじも成し遂げられなかった新大関優勝。秋場所は、 できるだけ大勝ちしたい。とりあえず勝ち越し。その後に二桁勝利し。さらにいければ優勝を狙う。過去に達成したのは8人で。06年夏場所の白鵬が最後。約17年間閉ざされた扉を開くつもりだ。